おはようございます。釣り子 TV です。ジャッカルのですね、これ、スリークマイキー。これでね、早速魚が釣れたので、まずはこちらをご覧ください。まさかの、ノーボイル。ダメかなぁ。なんか、おー、しゃ。バレるなよ。よいしょ。バレそう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。来た。スリークマイキー。来ましたよ。針がね、一個ね、飛んじゃったけど。ね。まあなんか、サイズはそうでもないけど、夏のシーバスなんでよく引いてくれました。釣りくんマイキー。タックルはエクスセンス DC に、天竜のね、ビッグベイトロッド。はーい、ね、こんな感じで釣れました。じゃあ逃がしてあげます。はい、というわけで帰ってきました。スリークマイキー、どんな感じかな。まずは投げてみたいなと思ってね、シーバスに持って行ってみたんですけども、使ってみての感想はですね、結構下のレンジね、投げて巻いて、そうするとね、結構ね、深いところ、んー、まあ体感的には1メートルとか 1.5 メートルなのかな、にこうグリグリグリって入っていって、でそこでね、独特のこの連結ボディがね、生めかしく泳いでいるなっていう印象なんですけども、止めるとうわーってね、この後ろが動きながらね、浮き上がってくるんですよね。でまたグリグリグリって、そうすると見えなくなるぐらいまでスーって入っていって、止めるとふわー。というわけでね、グリグリグリって巻いてみたところ、早速ね、元気なフッコサイズのシーバスがゴーンとくれたっていうことで、でシーバスで使ってみての感想なんですけども、針はね、申し分ないなっていう感じのね、もう鋭くてちょうどいいサイズの針がついているんですが、このねスプリットリングがね、ちょっと弱いかなっていう印象があったので、一匹抜き上げたらね、この前の方のスプリットリングがグリーってね、開いて、そんでもって針が取れちゃっていたんで、そんでね、少し他のルアーの、こっちより、オリジナルより少し大きいのかな、に変えて、で、針もね、ちょっと違う針に変えてっていう感じで使ってみたんで、もしシーバスで使ってみようかな、なんていう方は、どうですかね。それでも十分ふわーって感じで浮いてきたので、スプリットリングと針、ね、のところ少し強めのに変えてもね、これからね、ランカーシーバスシーズンですからね、あと夏の魚ってめちゃくちゃ元気なので、ここぞっていうのがかかった時にね、もしものことがないように、まあ、そこら辺をソルト用にちょっとチューニングして使うのがおすすめじゃないかな、なんていう風に感じました。ブラックバスで使う分にはまあ大丈夫だとは思うんですが、まあ失敗な人はね、そこら辺もランカー狙うぜってね、50アップ抜き上げちゃうぜなんていう人はスプリットリングとかちょっと強めのに変えたら、いいんじゃないかなね。で動きのところはですね、そんな感じで、で投げてみたらですね、まあこれの元々の重さも相まって、ベイトタックルで投げたんですけども、 PE が65PE とかかな、結構80ポンドぐらいの太めの PE で投げたんですけども、スコーンって飛んでいってね、そんな重心移動とか入ってないんですけど、ね、バランスがいいのかな、なんかこれがクニクニとかも動きつつ、ただね飛行姿勢は比較的安定していて、太めのラインで、でもねちょっと思い描いたところまで飛んでいくので、まあこういう連結ボディだから、あれちょっと遠くのボイル打ちとかには不向きかなーなんて思ったんですけども、なんだろう、すごいね、よくスーって飛んでいってくれるっていうね、そんな印象がありました。またね、引き続きちょっとブラックバス、シーバスとかね、いろいろなところでここはっていうところでね、投げてみようかなと思うので、まあでも本当115っていうことで、まあ12センチちょっとかけるぐらいっていうことでね、非常に普通のミノー
で、動きがこんな感じっていうことでね、気軽に投げれるマイキーなんじゃないかなと思って、あ、これちょっとね関東とかだと投げる機会が多くなりそうなんていう印象でございました。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、ジャッカルから新しく出たですね、機体のニュープラグ、スリークマイキー、これをね早速海で投げてみたら、元気なシーバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。